地蔵山本修五郎鬼もこそ聞けこう見えてもほらただの女じゃねえと女が言ったいよいよ残すげと言って落中落外に隠れもね女裁量だよ分かってんのかいはいと手次郎はうなずいた おらのことを日に三十りも歩けるくせに、五里しか歩かねえな。負け者だと言ってる。牛飼いの陶器じじでも。と、すねぐろが言った。それを疑いはし使命と思う。こうちたきことよ。と、女は河原家の盃で酒をあおり、大きなお首をし、あぐらをかいたままで、片方の裾をまくり上げ。 ほっとりとやわらかそうな白い太ももをたたきながら聞き返した「じじいが何を疑わねえんだ?」。手代は目を丸くして女の太ももを見た「おめえ様のことをよ」とスネグロは答えた「おめえ様がいよいよのおすげといって落ちゅうね外に隠れのねえ女裁量だということをよ」はい。 と手次郎が言った。あざんし。女は兵士から酒をついで大きくあおってから手の甲で唇をふき、その手でひたひたと裸の太ももをたたきながら言った。それがわかってるんなら、俺の言った通り仕事をすぐに始めろ。手次郎はじっと女の太ももを見つめていた。 オラの二十五にもなっても、うぬの母親が本当にうぬの母親かどうかさえ、たやすくは信じねえほど疑い深い人間だと、二条院の掘りさらいをする小分八が言ったもんだが。とスネグロは答えた。その仕事は考え物だ。貸しがましと女が言った。何が考え物だ女がもっと。 裾をまくり上げたので手白の目は飛び出しそうになった「おらのことをかしがまし!」と女がどなったそのどこかのじじいだの公坊恥だのに口をきかせるなてめえの言いたいことだけをてめえの口で言えうせえこれは枕言葉なんだがそれが何だと枕言葉よ とスネグロは答えた「おめえ様は人間はみやびやかでなければいけねえと言われた」「ことにオラたちのようにしなよく世渡りをする者は世間から奥ゆかしい人間だと思われるのが肝心だ」「それにはものを言うときに枕言葉の一つもつけるくれえの心がけがなければダメだ」と「このカエル食いどとなが遮ってわめえた。 この昼ったかりのへそつぶれめ。よく聞けよ。枕言葉とは5文字か7文字。それもあとに続く文句とつながりがなくちゃならねえもんだ。こう。と女はそこで声にあやをつけた。「天の原」とか「みすずかる」とか「青荷しとかこういったものが枕言葉だ。でめえのは牛酔いのじじだの。牛飼いなんだが。うせえと女はどなりつけた。 おうもかうもおらのしたことか。枕言葉をつけるんならおらのようにつけろって言うだ。この買い買い闇を犬っ腹め。おらのこと頭にできたイボが。かしがましかしがましい。うるせえったらうるせえぞ。と女はものすごく頭を振ってもう一声決めつけた。わかったかお、はい。 と手次郎が急いで目をそらしながら答えた。だまんな、手次郎と女がにらみつけ。おめえはここで見てればいいんだ、ここよ。と太ももを叩いていった。ほら、そういう目で体を見られるのが好きだ。今、都にどれほど男がいるか知らねえが、おめえのようにあけすけの目つけで見てえものを、虚心に見つめるほど勇気のあるものありやしねえ。それだけがおめえの取り柄だ。それだけがだ。忘れるんじゃねえぞ、手次郎。 おい」と手次郎はうなずき、今度は目を細めて覗き込むようにその部分を凝視した。それもっとこうしたらどうだ。女はさらに裾を託し上げた。こうしたら手次郎は口を開き長い舌を垂らした。この覗きたぬき目。女は手次郎の方に平手打ちをくれ。 裾を下ろして怒鳴った。二人とも立って支度をしろこういう仕事は他にも思いつくやつがあるかもしれねえこういう仕事は先に手をつけたものの勝ちだ支度をしてすぐに始めろオラオは考えもんだと思うがなすねぐろはぐずぐずと立ちながら言った「腰の国から今日へ来て三年と八十二日になるがおは物事を広い目で見るようにしているだ」 仮ににさな石がそことつあるとする。す人はその石だけを見て何だとかかんだとか言う。だがおらそうじゃねその石がどうしてそこにあるか。石の下は土か砂か。それとも草っぱらかどうか。その石はそこにじっとしているつもりか。それとも転げ出すつもりでいるかどうか。またその石は。スネグロはひら いかにもそこに石があるように手を振りすると女がその手を素早く掴んで引きスネグロはのめって膝をついた女は掴んだスネグロの手を床板へ押し付け片手で彼の顔を逆に撫でた「赤かねさす目をざませスネグロ」と女は言った「いいか物は絹笠道にある仁奈寺の東を 絹笠山の懐へ入る山道だいいか三段ばかり行くと左に杉林があってその一番大きい杉の木の後ろの藪の中にあるいいかい使うところは六条坊毛東へ行って五つ目の辻だ辻の向こう角に追磁兵の壊れた無重の台がある元久が大納言が住んでおられたのだが陰陽寺何がしに包囲の難を告げられて四条へ移られそれ以来ずっと荒れ放題になってるだ 使う場所はそこの床下だ。わかったか。ったおいと手次郎が言った「スネグロはどうだほら、考えてみるに」言いかけてスネグロは眉をしかめた「手がいていたければ返事をしろやかおうか」おうスネグロが答えた「はしけ足」と言って女は つかんでいるスネグロの手で床板をたたかせた「そのつまらねえ石を拾ってさっさと支度にかかれ」「石だってどこのてめえが今ひねり出した石を」と女は手を離してやった「することはよく飲み込めたんだろうな」「物は衣笠道だぞ使う場所はどこだ」「おめえ様のいわしゃったには」とスネグロが立ちながらいた。 六牢門を東へへって五つ目の辻の向こう角にある無重の大佐「星よし、と女は言って杯の酒をうまそうに飲み干したこの仕事が当たったら今度こそおめえらと目をとんなってやるぞいいがもし私損じた時には二人とも行きかをひむいて雌犬の花巻きにしてくれてやるからなわかったかおい、と手白が言った。 このとおり、りんなじの方へ向かって歩きながら。と、スネグロが言った。皆さんに申し上げたいのだが、手白がけげんそうにスネグロを見た。歩けよ。おめえじゃねえ。おら、木や草や土や空の雲なんかに話してるだ。おめえは黙ってな。と、スネグロは歩きながら言った。おら、 の国松尾というところの御百姓で三年と八十二日目に年号を持ってこの京へ来たものです松尾というところは高い江京の領分で年貢は言うまでもなく京の倉庫へ納めました納めたは納めたものの国へ帰ることができませんはいと手次郎が言ったこの通りとスネグロは 手次郎を指さしたこの男もおらと同じ身の上なんです年貢は納めたが国へは帰れないおらは三年と八十二日ですがこの手白という男は「七年と十二日」と手白が言った「七年と十二日」と言ってスネグロは片方の手を意味ありげに振った昔奈良町とか行った頃にも 諸国から京へ年貢を納めに来た者は国へ帰ることができないためそのまま不老者か古事記か巌道になったそうです。それは未開の昔語りと今のお殿たちは申される。今この平安の時代にさような暴政は許されない。民を肥やし国のもとを確立するのがとを預かる者の第一の務めである。ありがたし御百姓ども年貢が高いなどということは気にするな。 おめえらは死ぬまで働くために生まれてきた。たとえ働き死にに死ぬるともお前らが治めた年は無駄にはならない国の守り都の美観宮廷貴人の威勢は保たれ祭りごとは正しく行われるそうです今は未開の時代ではない大臣方はオラたちのようなものにまで大蔵卿の切り下し文をもってかように今節に宣告されるのです 何の不服がありますか。彼は両手を広げた。おらは年号を納めに来た。そして国へは帰れない。おらもこの手城も、おらたちのほかの何百何千というものも帰れない。けれどもそれについて、いささかの不平不服はありません。はい、と手城が言った。国へは帰れないが、都を見ることができました。 とすねぐろはまた続けた。け天皇の御行きのこの世ならぬ総合さと華麗さ、魏神公子の邸宅や社寺の林間たる眺め、すなわち国の栄えというものを、この目で見ることができたし、それらがおらたちの年貢によって賄われていると思うと、ただもう感動の涙にくれるばかりであります。つまり御百姓としての感動なのでありますが。 ここに一つ困ったことは国でこそ耕す田や畑はあれこの都ではどうして生きてゆくか分からね。知れたことをオラは途方に暮れ果てました七年十二日と手白が言った七年と十二日スネグロは手白の方へ頭をかしげて見せたこの男は七年と十二日も都にいて かつえ同士にかつえていました。おらがこの手白に初めて会ったのは四条河原ですが、その時彼は河原の石を拾ってはなめ、拾ってはなめしていた。おらが何をしているかと聞くと、彼は飯を食べているという。河原の石には水苔がついてるし、水苔は栄養分があって、十分飯の代わりになる。お主もやってみろというわけです。 らも腹が減っててたた。から試ししみようとしたすると手白が言うには石にも味の良し悪しがあるまずい石はよけてうまい石を選ぶのがコツだというのですスネグロはゆっくりと肩をすくめたそこでうまい石を狙ってはやってみたのですがコツを覚える前にオラは胃の差し込みを起こしてぶっ倒れてしまいました手白は「はい」と言いかけたが 慌てて口をつぐみ渋い顔しながら目を背けた「おらのことを頭にできたイボがどれほどまで大きくなるかと気を病んでばかりいるため体に肉のつきせくねえ男だと国の水盛りのおまぶとじじいが言ったもんだが」とスネグロは歩き続けながら言った「おらはイボのことは承知しているだこの頭にできているイボは たとえどれほど大きくなろうともしょせん頭よりでかくなるはずはねもしまたこの頭よりもでっかくなるとすればしめたもんでそうすれば見せ物か因果物として飯の種になりますからなそうでしょう。はは <laughs> と手白が言ったそのとおりスネグロは手白にうなずいたおらどものようなものにはそんな幸運もこぼれてはこない。 その代わりにいよいよの小菅という女裁量に捕まったのです。隠れなき女裁量。と言って手次郎はスネグロを見た。女裁量とは何だよくは知らないがあんなに威張ってるところを見ると多分女の大将とでもいうところだろう。で皆さん。とスネグロは話を続けた。小菅というあの姉は。 オラと手ジに仕事をあてがってくれたのです。みんな辻に立つか、家の門に立つ商売で、ずいぶんいろいろなことをやりました。あねえは、しないよきよあたりだと言うけれども、オラが考えるにはどうもいろんなことばかりだったと思う。何しろいつも、市長の役人が来はしないかと、あたりに気を配りながらやらなければならないし、またその役人に追っかけられない日の方が、まれなくらいなんだから。それだからオラ、 何をやってもすぐ忘れることにしているし姉も二度と思い出させるようなことは言わないそうさ一つだけうまく当たりかけたことがあったっけな「犬の胃」と手白が言った「し熊の胃だ」とスネグロは手を振って静止しそれから言った「もちろん皆さんには正直に申しましょう犬の胃を抜いて干し固め それを熊の井とっって売ったのです。これはもう大層繁盛してこのまま行けば東山を含めて今日の半分を買うこともできようとおらばかりでなく姉までが気をよくしたもんです。はい、と手白が言ったところが行けなかった原因はこの手白なんでこの男はご覧の通りずぬけて口が下手ですとスネグロは言った。 だから商売の工場はオラがやると決めてありました。これはもうケビの朝鮮のように固いものだったのですがある時さよう薬王院の門前の位置で売っていたところ常にない繁盛で客がひしひしと詰めかけオラは一人の工場では隅まで届かなかったんでしょうある心のねじくれたような客が手汁を捕まえてこの熊の胃を取った熊はどんな毛並みであるかと聞いた。 手次郎はいつもの伝で「あい」とだけ答えたが客はなお「ヒグマ」か「月のノかと問い詰めたするとこの男はいや「白と黒のブチ」だったと答えました「白黒のブチは」スネグロは右手をひらっと振ったしかもそれだけではない心のねじくれたような客はすかさず「泣き声はどんなだ」と聞きましたそれでいっぺんにご破んです この男は白黒縁の泣き真似をしてみせ、取り巻いていた客たちはゲラゲラと笑い出し、やがて石を投げ始めました。今考えてみても、よくまいきて逃げられたものだと、我ながらいぶかしく思うほど猛烈な恐ろしい石ぶてだったのです。こぶ。と言って手次郎は自分の頭を指さした。それ以来。とスネグロは。 手にには目もくれずに続けたオラたちはしばらくなりを静めていました。おらとこの手白の顔を世間の者が見覚えているうちは危ないというわけです。この間に姉は今度の仕事を考えていたんですが、何しろ女裁量というくらいだから、頭の巡りのいいことにはかなわない。おらとしてはこの仕事は気乗りがしないのです。これまでやってきたどんな仕事よりも子供だましで。 到底世間は信じないだろう。ことに都の人間は悪賢くって狡猾でオラたちは幾度死ぬような目に遭わされたか知れないんですからだがやむを得ませんオラは小菅の姉ねのあの白い桃が忘れられねえだしこの仕事がうまく当たれば目音になってやるというわけですからなオラもだと手白が力んでいったもう3年もだぞ 「三年はお互いさまだ」とスネグロが言った「おらかおめえかどっちと目元になるかは姉の決めることよ熱くなるな」「はい」と手代はうなずいた「それ仁奈寺へ来た」「スネグロはそう言って向こうを指さしたあの道を入るだぞこれが姉のいた杉林で」と スネグロがいった。あれが中でのおすぎだな。おもいだした。このおすぎの後しろのやぶか。ほらやっとおもいだしたぞ。だまてろ。と言って、スネグロはやぶの中へ入っていった。へいへい、みろやてしろ。あねのいったとおりちゃんとここにぞさまがあったぞ。すてものだ。とてじろがいった。 ずっと目微妙院のいざりが捨てたもんだいざりだって古事記か微妙院のお商人だそれじゃああざりだろうその人が地蔵を作らせたと言って手白は藪の中へ転げている石の仏像を指さした出来上がった時論が起こった落中落外河内や大和 叡んや荒野などの寺寺からたくさんの肘やいざりやいやなんだっけあざりあざりって言うんだそのざりだと手白はうなずいたそれらの衆が集まってきて37日と37夜の間論判した何がいけなかったその手だ 地蔵の手がごたごたの元だ。よく見てみろ。手次郎は石の仏像の右手を指さした「この手は輪を作っているがこの輪になったところは尺状を入れるだ左手には胞子を持ってるがこれが誤りだという尺状を右手に持たせたら左手はセ狭いの印を結んでいなければなんね」。 左手に法事を持ったなら右手は甘露院を結ぶだというどの凶門にはかくかく、あの凶門にはしかじか広報だとか俗説だとか並んだ坊主頭が火を吹くような騒ぎよ。うん、とスネグロは頭を振って簡単したそう聞いてみると地蔵なんぞといってもこれおいそれとばかにはできねえもんだな。 論はつきねえ」と手白は続けた「どのりもあざりも後へ引かねえだ」「指名にはみんなくたびれ果ててこんなおかしなものはもう見たくもねえって永山の坊主は永山へ帰るし大和の坊主は大和へ河内の坊主は河内へ荒野の坊主は「分かったその先は言うな」「なぜ?」と手白が問い返した なぜだって。スネグロはふんと鼻を鳴らした「決まった話荒野の坊主は荒へ帰ったんだろうがええ」「死んだだ」と手代は言った「死んだどうして?」「スネグロは気を悪くして反問した」「どうしてまた荒野の坊主だけ死なせるんだ」「微妙印のあざありも死んだだ」「スネグロは目を向いた」 その二人が一番激しく論判した」と手白は言った。それで秘蔵を破っちまったって言うだ。それで荒野の坊主は荒野へ立つ日に死んだし、微妙院のあざりは10日遅れて死んじまっただ。「おめえはさっき」とスネグロが聞いた。「この地蔵は微妙院のあざりが捨てた」と言ったぞ。死ぬめえだ。死ぬ2日めえに。 こんの縁起でもねえものは捨てちまえって念を押して遺言いゴンさしちったっていうことだ。スネグロは腕組みをし、その縁起でもないものを見つめて首を振ったりうなったりしながら、よ欲々しい案を練るようであった。あれがこうでこれがああで」<laughs> とスネグロはつぶやき、片手で顎を掴んだ。 あの手はうめえ。釈迦を入れる穴がぴったりだ。しかし待て、まあ待て、おらどうもこの仕事には気乗りがしねえ。まあ、もうちょっと考えてみよう。手次郎は草の上へ腰を下ろした。スネグロは地蔵の顔を覗き込み、象の頭や肩や手などから松やその他の落ち葉を払い落とし、輪にしている右手の穴へ指を入れてみたりした。 よかんべやってくれよ。とやがてスネグロが言った。日が暮れたら担ぎ出すべや。そして手白の脇へ腰を下ろした。真っ暗だな。とスネグロが言った。おらたちは六条棒も東へへってきた。それから五つ目の辻のここが向こう角だな。あ、はい。 と手次郎が答えた。ほら、肩の骨が折れそうだ。しっかり担げ、とスネぐろが言った。するとこの追尻兵の中が矛盾の台だろう。足元に気をつけろ。この兵の崩れたところから兵衛だ。それ気をつけろよ。暗闇のどこかで朽ちた木を踏み寄るような音がし、ズシンと、何か重量のあるものが地面に落ちた。 手次郎がうめき声をあげ、スネグロが静止し,し、二人一緒に激しくあえいだ。静かにしろ」とスネグロが言った。「無情だとは聞いたが、どこに誰がいるか知れたもんだよね。どうした？ほら国へ帰りて」と手次郎が泣き声で言った。「ほらこんな仕事は少に合わねえだよ。」 おら国へ帰っても百姓やりてえだ。頼むからおらのこと国へ連れて帰ってくれな。なあ、スネグロ頼むからよ。まあ、落ち着け。ここへかけようぜ、手白。と、スネグロがなだめにかかった。今夜は月も星さえもない。どっちを見ても真っ暗だし、どっちに何があるか見当もつかない。こんな晩は誰しも陰気になるもんだ。 今をときめく藤原殿のご一門や騎人長者などはそうじゃないこの暗闇をよそに食台を連ね国々の珍味を持った台盤を前に酒を飲みながら踊ったり歌ったりしている酔いつぶれれば美女を抱いて殿ごもり暑さも知らずひもじさ悲しさ苦しさも知らないだが手しろ、これはオラたちがさせてやってることだぞ オラたちが死ぬほど働いて年貢を納めればこそあの衆は苦労を知らずにやっていられるんだ。なあそう考えれば晴れ晴れとした気分になるじゃないか。どうして晴れ晴れするんだだっておめえあの衆たちにあれだけぜいたくをさせてやっているのがこのオラたちだと思えば晴れ晴れするだろうじゃねえか。とスネグロは保護者の誇りを見せてい あの衆たちはそこに気がつかねえ。口では音百姓こそ国の宝だなんて言ってるが、自分らは自分らの力でやってると思ってる。無邪気なもんよ。かわいいもんさ。そしてまた付け加えた。まるっきり子供みてえだ。おめえはすぐに感動したり、晴れ晴れした気分になるが、ほら、うちしおれるばかりだ。と手次郎はため息をついた。 ほら、五つ,つくれえの時から今日までしょっちゅううちしおれてばかりいるだ。小菅姉のうちもも見てもか。スネグロは誘惑するように言った。あの真っ白で柔らかく温かそうでたっぷり脂ののったあの太ももを見てもかい。見てるうちはいいが。手次郎は唾をのみ込んでそれから弱々しく首を振っ そのあとでは倍増しがいけなくなっちまうだ。オラが考えるに。としばらく黙っていた後で、スネグロが静かに言った。それはおめえが目の前のことだけ見ているからだと思う。人間はもっと広い目で見、広い心で考えなくちゃならない。例えば、ある年大飢饉があったとする。おめえはそこで打ちしおれるだろう。が、それは間違いだ。 どんなにずぬけた大飢金でも人間が死に絶えた試しは一度もねえしそのあとには豊作ってものが来るだいつかねと夫婦になれると思えばこそこんな仕事でも励みが出るつまり目の前のことばかり国やまねえでもっと広い目と広い心を持つことが肝心だそうは思わねえか国へ帰りてえ」と手白は言った ほら、もう国へ帰りてえだけださあさあ元気を出せよスネグロは陽気な声で言ったこの仕事はうまくいきそうだしうまく当たれば小菅姉と夫婦になれる三年も待った姉と一緒になれるんだぜ手白おめえこれがうれしくはねえのか手白は闇の中でじっと目を凝らしていたおめえ とやがて手次郎が言った「小菅っていう名の出どころ知ってるか聞いたこともねほら見た。手白は潜めた声で歌でも読むように言った。衣を干すまたの奥に村立ちてかやこそしげれ小黒にぞみゆ。ねべ」とすねぐろが言った。 夜があげたら仕事だぞ。彼は夜になって肘枕をし寝具合をよくして長いため息をついたそれから今が四月であってこんなふうに寝ても寒くないことを感謝しもう一度ため息をついて目をつむったがしばらくすると急に起き直った「おい手う。と彼はびっくりしたような声で聞いた。 今のは本当か。はい」と手白が答えた「おめそれを見たのかはい」と手白は答えたスネグロは闇の一点をじっとにらんでいたがやがて首を振り横になりながらうなった「ねえべえ」と彼は言った「仕事が先だ」「どうしたことだ誰も通らねえ」 スネグロは頭をかいたをいは明けきったしお天道様も登ったしこんないい日和だってのにええー、これはどうしたわけだ彼は辻に立って四方を眺め回した南のそよ風があるため明るい朝日を浴びて乾いた道には時々薄く土ぼこりが舞い上がったその辺は西の京でも外れに近く 中央にきちんと道割りこそできているが家屋敷はごくまばらにしか立っていない勧誘地だからたも畑も作れず空き地は草や干木の茂みで覆われその茂みの中には野ネズミやウサギなどが草や木の根をかんだりはしゃいではね回ったりしていた「おーい!」。のさけぶのぶがきこえた。 まだかよほら腕がしびれちまうだよ」。スネグロは振り向いて歩き出すとじべえの崩れたところをまたいで庭へ入ったその無重の屋敷は形容しようもないほど荒れ果てぶっ壊れて元何がしの台であったなどとは想像もつかぬくらい惨めなありさまになっていた手白はその廃屋の一つの たに座っていたそれは多分神殿造りの「鯛の屋」だったのだろう他の建物は皆倒れたり崩れたりしているがそれだけは穴だらけだが屋根もあるし柱やひさしや廊下なども危なっかしくはあるが残っていた「どうしただ」と手白が呼びかけた「まだ人は来ねえか」。 そうせつくな」とスネグロが答えた「まだ時刻が早すぎるんだろうもうそろそろおのたくり出す自分だこの縄ちょっと緩めちゃダメか手白は縛られている両手を出して見せた細くよったおの縄で両方の手首がきっちり縛ってありその縄の端は伸びて傍らにある 石地蔵の手に握られていたもちろん石の地蔵にそんなことができる道理はない右の手は尺状を差し込むために輪を作っていてその輪にした穴へ縄が巻かれてあるのだ手次郎は床下の支柱に背を持たせ両足を投げ出して座ったまま哀がんするようにスネグロを見上げた考えもんだなそいつは。 とすねぐろは用心深く言った。そんなふうにしたらつまり痛くねえように加減してしまってあるとしたら都の人間どもはこすっからい上に疑い深いからなオラたちのせっかくの魂胆を嗅ぎつけるかもしれねえ。ほんの少しでいいんだがそれは気のそれは気のもんだなうん。ちょっと考えてからすねぐろが言った オラの国に者がいたっけ。名は忘れたが横びんたにこんなでっけえコブがあってその修験者が剣の刃渡りをやって見せるだ。両刃のよく切れる剣の刃を素足でもって踏み渡るだがそれでおめえ足の裏には毛筋ほどの傷もできねえ。どうしてだかと思うとそれが気のもんだっていう神経をそっぽへ向けちまうだな。 小ぶの修験者は酔っ払ったとき言ってただが、その、まず美しい女をすっぱらかにすることを考えるだってよ。着物を上から順に脱いでいって、すっぱらかにして、それからその、いろいろとやって、寝るところまでのことをじっと考えるだって。そうするとな、体中の神経が一つところへ集まるから、痛さも痒さも感じねえ。足の裏の神経だってそっちへ行っちまうもの、 剣を踏んでも痛かったり切れたりするわけがねえって言うが。手代は沈黙し、目で中の一点を見つめながら、じっと何かに神経を集中した。ことのついでだから言うが、とすねぐろは続けていった。あの衆がおらたちおンびゃ国の宝だっていうこと、を、おらが信じてると思うかい。とんでもねえ。 死ぬほど働いたものを年貢だと言って、ごっそり取り上げられ、また死ぬほど働かされていて、国の宝。小荒部だって、そんなことに騙されるもんじゃねえ。だがな、それだからといって、俺たちがあの衆と取っ替えることもできねえ。突き詰めて考えれば、一層、信じめいたくなるだろう。そこで、俺は神経をそらすことにした。だ。その裾持ちと。手次郎は。 中の一点を凝視したまま口の中でつぶやいていた。持ちょっと上もうちとあの衆は俺たちが養ってやってるんだ。俺たちがいなければかわいいあの衆は食うすべんも知らねえだってよ。すると気持ちが楽になってそこまで行ってスネグロは手次郎の様子に気がつき囁ささき声でおいと呼びかけてみ。 それから肩をすくめた。神経がそれ切っただな。うん。その時手次郎がだらーっと舌を出したので、スネグロは一足飛びし去った。おいよせ手次郎、その辺でやめろ」とスネグロが言った。それ以上は行き過ぎだぞ。馬の国下がり、その元九大納言の代名護の大であったという。 あれ屋敷の庭は20人ほどの男女が集まっていなお辻の四方から続々駆けつけてくるものがありその数は増えるばかりであった崩れた追事兵の外には牛や馬がつながれていわらや籠をのせた荷車が幾代も置かれてあった人垣の中ではスネグロが話していた。 彼の顔には経験なイフと信仰の深い驚きとが誰にも疑う余地のないほど明確にはっきりと刻みつけられていた。さあ、後ろの方たちと入れ替わってください。スネグロは合掌しながら言った。このような奇跡、この世にまたとない不可思議な、そして見解の無限源な力を示された奇跡は。 できるだけ多くの方々に見ていただかなければなりません。どうか一つ前の方は後ろの方と入れ替わってください。どうかお願いします。人きは崩れ、前列の人たちは後列の人たちに場を譲った。場所は入れ替わったが、そこを去るものはなかった。彼らは二人三人と固まって、今現に自分たちの目で見、 耳で聞いたことの神秘さと動かしがたい不思議さを語り合いそれが事実であることを確かめ合いお互いの驚愕と異形の気持ちを告白し合った「あの男が地蔵様に縛られていたのを見たな」と中年の男が言った「手首をこうしてきりきり縛り上げられてた」そしてその縄の端を「 と白髪の老人が震え声で続けた「地蔵尊が右手でしっかりと握ってござっただしっかりとなああ南部南無大時代日の地蔵尊あの男は巌道だと言ったわ」とこちらでは痩せた中土島の女房が言っていた「巌道に入ろうと思ったって」 誰が自分で自分をがんどうだなんて言うかしら人間は誰しも自分を正直者に見せたがるものよ正直で働き者だというふうにねそれが人情というもんでしょうそれをあの人は「俺はがんどうだ」と立派に言ったわどうしましょうと223の娘が言った「あの人はとけのお力を見て介護したのよ」 あどうしましょうあたしふるえがとまらないわいきなり首ネコつかまれたってとこちらで若者の一人がしかた話をしていた真っ暗がりの道でよこれからどこかの屋敷へ岩道に押し込もうって思って歩いてるところをよこうがっちりと首ネコつかまれたたき伏せられあっという間に縛り上げられたってこりゃあ てんかまりしてんでもあらわれたんじゃねえかとおもったってそれがきがついてみたら地蔵さまだったってなあとべつのわかものがつけくわえた馬鹿されたんじゃねえあのとおり地蔵さまがなわじをしっかとにぎってるぜあれはただの地蔵尊ではねえとべつのところで老婆がつえにしがみついたまま 片手で目を拭いながら言っていた「生きてるうちにこんなありがたい霊言を拝めたっちゅうことも極楽往生のできる証拠でしょう。私はうちへ帰ってお布施を取ってきますよ私はもうさいはあげました」と別の老婆が言ったこれからも私にできる限りは 放射につくつもりですよねえこんなありがたい地蔵様のためなら裸になっても家宝と言わなければなりませんからね。みんな自分らの在所を思えと一人の巨漢が絶叫した。み仏の力がどんなに広大無限であるか人間の心に起こる悪徳邪欲がいかに見通しであるかは今みんなが見た通りだ。 俺たちは自分を恥じ自分を戒め、自分のなしてきた、ザイの許しをオわなければならない。さあ、この地蔵ーのために、ジョをザイしよう。ノシオ。オラワ、シってきたタキニをキシンスとひとりの男が、手を挙げて叫んだ。ダ。オラワ、タゴヤマからラたものだが、せがれアレフとリトタキニオ、ログシップショテキタ。ログジュニチンアカリデタバニスクタ 女子供も着物や帯を買っっていくつもりだった。何しろ20年後の方は一枚も買ったことがねえでみんなこの葉をつづったようなものを着ているだけれどもわら今、すっぱりと悟っただそんなこの世の欲は捨てちまえ現にこうしてありがてえ見仏のあらっしゃることを拝んだ以上この世の暑さ寒さ苦労や心配などクソくれ枯れっを つづくったようなものでも着物は着物だし泡と冷えを食っても死ぬまでは生きられる。ほらこの60羽の多金をそっくり寄進するだ。待ってください皆さん待ってくださいと一人の小柄で貧相な体つきのそして会議論者風な顔つきをした青年が両手を高く上げて叫んでいた「だまされてはいけません冷静になってください。 この出来事には何か悪だくみがある。仏教というものはこんな現象的なものではありません。よく見てごらんなさい。地蔵といってもあれは石を掘ったもので人間の手で作った単なる物質にすぎません。哲学的には地蔵という概念を持っているが実在としてはただの石です。その命なき石に人間を捉えたり、 両手を縛るなどという物理的なことができると思いますか貴様の口をふさげと痩せた白髪の老人が拳を振り上げながらわめいた「貴様はその臭い口で見仏をけがしたてまつっているぞ私は真理を解いているのです」と青年は叫び続けた。 私は大学寮の室内盛んで散歩を教えているものですがこれは明らかにペテンであり詐欺でありますなぜならそいつを黙らせろという絶叫が聞こえたそいつにそれ以上しゃべらせると御仏は我々を見捨ててしまうぞわーっと人が気がとよめき土が崩れでもするようにその青年をめがけて群衆が殺到し たちまちま青年の姿は見えなくなったその時一人の備服をまとった尊大な人物が琵琶とおぼしき若者たちを共に現れ琵琶湖の一人が東大寺の大金のような声で「道を開けろ」と怒鳴った「市長の長者金綱肥田様だ」と若者はもっと声を張り上げた。 地蔵,地蔵村の新たかな霊言を聞かれ、肝心につくとの仰せで参られた。己らその道を開けろ。夢みてえだ。これはそっくり夢みてえだ。とスネグロが言った。金澄み長者のおかげで、こんな立派なお堂もたち、どうもり小屋も立った。おらたちがもし夢を見ているんでなければ。 こいつは恐ろしいほどでかく当てたぞ。うん。群れうなくうるさいぞ。と小菅が言った。ちっと静かにしろすねぐろ。そうやくましくしゃべってばかりいられては、銭感情もきえしねえぞ。おらは信じねえ。と手白が、うちしおれた声で言った。まるでこれは話だ。こんなことが本当にあるもんじゃねえ。 こんなことは一日も早くよさなくちゃいけねえ。おらのことを一生涯かかってもわら小屋一つ建てることができねえと思って生まれてきたことを悔やんでるような脳のない男だって国のカニメばあさまが言ったもんだが。とスネグロはもみ手をしながら言った。見ろ、おらはでかしたぞ。その袋よこせ、手次郎と女が言った。 銭を入れるんだからよおめえはそっちの山を入れろ手っ取り早くしろってばはずみだなうんすべて物事にははずみってものがあるとスネグロは首を左にかしげ右にかしげていった今度のことがうまくいったのはあの学者面をした大学寮とかの痩せっぽちだあの男が物質だとか実在とか ペテンだなんて言い出した時あの時正直に言うとほら逃げ出そうかと思ったもんだがそれがおめえ弾みになった3分の2がところ疑ってたものまであの理屈を聞いてのぼせやがったは人間なんておっかしなもんよてめえで信じようかどうしたものかと迷っている時信じちゃいけねえそれはペテンだなどと脇から言われるとてめえがお人よしだと言われたように思ってカッとなるらしい。 あの学者面をししたたせがり出集まってたもの全部が頭から火を吹くようにのぼせ上がって痩せっぽっちを死ぬような目に合わせたし地蔵の霊言をおのみに信じ込んじまったが彼はまたもみ手をした「考えてみるにあの男はおらたちの恩人だぞ」「おら国へ帰りて」と手白が言った。 り渡る泣くんじゃないよと女が言ったようやく仕事のめどがついたばかりじゃないかついでにスネグロに言っとくけどねあの大学寮のスナイサカんは油断がならないよどうしてだねあいつは毎日ここへ来るんだそして三軒人の後ろに立ってじっとこの地蔵堂をにらんでるんだよ知らねえのかい知らなかったスネグロは不安を感じたようにボリボリと後ろ首をかいた 本当とは思えねえがなあやにかもおめえはどう思いもしねえさただ女の三権人に見とれてるだけじゃねえかどんな裁量が言ったあの男はいつも来てるし何をやりだすか知れたもんじゃねえなんとか考えなくちゃいけないよあの男は一度死ぬような目に遭わされたあの男は懲りたはずだじゃ何のために来るのさそうさなあ スネグロはしばらら、く考えてから国の菩提寺にいる目赤っていう坊主はおらのことを石から陰楼が飛び立つのを見て枕言葉を抜きに話せと女は遮ったあの男がなぜ毎日やってくると思うんだ新人だなとスネグロは確信投げに言った出なければ 新人すべえかどうかって迷ってんのかもしれねえ。本当にそう思うのかい女は霧のような目つきで彼をねめつけた。大学寮なんていかがわしいところにいる人間はそこらの百姓や人足とは違うんだよ。おめえも聞いたろうが何かっていえば概念が滑ったとか実在が転んだとかわけの知らねえまじないみてえなことを抜かして一度こうと思い込んだが最後。 てこでも動かねえようながんじき頭はしているんだ。あいつが地蔵の霊剣をペテンだと思った以上たとえ死ぬような目に遭わされてもいやひどい目に遭わされれば遭わされるほどもっと執念深く気違い見たように自分の言い分を通そうとするもんだあのちっぽけな痩せっぽちが金でなくって何のために毎日やってくるんだい知れたことさあいつはこれがペテンだっていう証拠を抑えようとしてるんだあいつの目を見ればわかるよ そして女はまた言った。言っもしこの仕事にケチがつくとすればそれはあの男のためだということを覚えておきな構えてあの男に油断するんじゃないよ分かったかいスネグロは顎をつまんで女の言葉をよく吟味するかのようにひどくしかんだ顔つきで沈黙したどうしたのさ俺の言ったことがわからないのかい言い出したもんかどうか さっきかからふんんりがが、つかねえでいるんだがとスネグロは顎をつまんだままで言ったそれってのがさ姉さんはいつかこの仕事が当たったらおらたちのどっちかと夫婦になるって女裁量である小菅が目をつり上げて叫び出したそれはどんなに凶悪な山だちでも縮み上がるだろうような。 毒々しく辛辣を極めた悪魔であったが幸いにもスネグロや手白には言葉の意味がよく理解できないため縮み上がるほどの恐怖は感じないで済んだ「いいからまあいいから」とスネグロは姉様をなだめた「おらたちも別にせっついてるわけじゃねえ姉さんが忘れていせえしなけりゃいいだから仕事はまだめどがついたばかりだ」 と女は二つの袋を引き寄せていった。当たるか当たらねえかはこれから残った。俺と目音にないたかったらよそ見しねえで。この仕事がおしゃかにならねえようにもっと背を出せ。仮にも俺と寝ることなんぞ考えるんじゃねえ。わかったか。はい。と手次郎が言った。じゃあ俺は帰るからな。女はお縄の両端で二つの袋の口をくくりながら言った。 いつ油がもっていねえから手代行って俺の草履を直しな手代は「あい」と言って立ち上がった小菅はお縄を肩にかけ「よいしょ」と力んで腰を上げた二つの袋は体の前後にずっしりと下がりよほど重いのであろう女の顔は血が昇って赤くなった内緒だがね スネ夫と女は生きんだ。声を潜めて囁いた。俺は夫婦になるならおめえだと。とっくに心で決めているんだよ。スネ夫の下顎が静かにだらっと下がった。内緒だよ。と女は念を押した。手白に言うんじゃないよ。いいね。スネ夫は声が出ないと見え、口を開けたままで2度3度と。 大きくうなずいた。女は少しよろめきながら出て行った」。はあ。と手代が言った。ほらどうしても国へ帰りて。堀へ酒飲みぐべ。な。とスネグロが言った。さい銭の中からくすねておいただ。堀へ行って一遊びやらかしてくべ。 酒を飲ませるるとこなんかあるのかあのくぐつめがいるだ知らねえのかとスネグロが言った銭を持ってけば酒を飲んで梅物食べてきれいな女と遊べるだよなあ手代2人でちょっと行っていくべよ。ダメだめだすが姉に感づかれるだ大丈夫だってばダメだめだとため息をついて手代は言った。 姉はここにいなくてもオラたちの言うことすることが見通しらしい。ほらこうやってても姉の目が俺のことをじっと見て姉の耳がオラの言うことを聞いてるのがちゃんとわかるだ。ほらにはそれがちゃんと感じられるだよ。スネグロは疑わしげに手白の顔を見つめた。ほれと言って手白は目をつむり。 漠然と空間の底らを手でなでた「ここに姉の目が届いてる」な「なおれ耳はここらまで来てる」「それから姉の手は」「よせ目を開けろ」とスネグロは慌てて遮った「目をつぶって姉のこと考えるな」「おめえはともすると考えがゆきすぎる」「姉のことで頭がいっぱいだからそんなありもしねえこと感じるんだ」 オたちもちょっとは自分てものを思わなくちゃいけねえ。仕事はこんなにうまくいってるんだぜ。オラは信じねえ。と手代は悲しげに首を振った。こんなことが本当にあるもんじゃねえ。こんな話が長く続くわけはねえだよ。そんならいそくに帰れな。と言ってからスネグロは自分の言葉のよき意味に気づき。 にわかに熱のこもった調子になった。なあそのお手次郎と彼は唇をなめていった。おめえの言うことをだんだん聞いてみると本当にこの仕事は危なっかしいしうっかりするととんでもねえことになりそうな気がし始めた。うん本当のところこれは今のうちに国へ帰る方がいい分別かもしれねえぞ。はいはい。と手次郎は。 うしそうに膝をめた。おめえがそう思ってくれるなら相談がしやすいだひとつおらの考えを聞いてくれるかおうよおめえが国へ帰るんなら何でも相談乗るぜこうだ手白は左手を上に向けて出し右手の触手でその手のひらをつきながら行 オラたちは道理に合った別れ方をしなくちゃなんねこれが第一だ、承知か。文句はねえな。第二は儲けの分け方だが、この仕事で一番割の悪い役をやったのはオラだ。ぎりぎり薪に縛り上げられ、勘当だと言って人前に恥をさらし。 それでもって地蔵の霊言っていうことをでっち上げた。な、まあそれや我がたへ水を引きすぎるようだがまあまるっきり理屈がねえわけでもねえかもしれねえ。でどう分ける袋にした数をちゃんと数えといたがに二巻目の袋が三百つぶ銀と砂金は十両包みにした袋でそれぞれ二十五袋。 麦箔豆など売った分がおよそ50貫目かなと手代は言ったこれだけを道理に合った分け方にするとほらが全部を2つに分けた半分おめえが全体の半分だって残りの半分をあねえとおめえで分けるだほらそれだけの骨折りをしたし道理に合わねえことはしねえだな 正直か。こいつは口下手だと思ったら」とスネグロは脇へ向いてそっとつぶやいた「どうしてとんでもねえほど達者なやつじゃねえかこいつはよっぽど用心してかからねえと頭のイボまでさらっていかれちまうかもしれねえぞそれから声に出していった「そりゃまあおめえの考えとして第三の方を聞くとしよう」。 それがちょっと言いにくいんだが。手次郎は少しはにかんで言った。ほら、国へ帰るときになんだその、姉を一緒に連れて行くつもりで。すめぐろは片手を挙げて、おほう、おと手次郎の言葉を押しとどめた。そらだめだ。その考えだけは頭の中からひんぬいて捨てるがいいだよ。なぜ と手白は不審そうに目を細めた。こうなったら行っちまうが姉はオラとおめおとになるだ。おめえ知らねえだな。知らねえのはおめえだ。おめえ知らねえだ。と手白が言った。ずっとめえに姉はオラとおめおとになるって約束固めてあっただよ。スネグロは笑いだした。はい。 と手次郎は言った。姉に聞いてみればわかるだよ。スネグロはもっと高笑いをし、片手で手次郎を指さしながら、だまされてるだと言い、笑いの止まらない苦しさのため、その手で床板をたたいてヒィヒィと悲鳴を上げた。しかしやがてその笑いが切って落としたように止まり、口をあいたままで。 じっと空間の一点を見守った「そうか」とスネグロはつぶやいた「ありそうなこったぞうんほらにした約束を手白にしねえと考えるのは甘すぎるこら二人ともやられたぞ二人ともなんだって姉にやられただ」とスネグロが言った「二人ともいいようにしゃぶられただよ」 その時外からつまどうけたたましく叩くものがあり、ここを開けろと叫ぶ声がした。ケビイシの町のものだ」とその声は言った。ここを開けろ、すぐに開けぬと踏み破ってくれぞ。やられただな、あ、はい」と手代が言った。おめえの言うとおり二人ともうまくやられたようだ。スネグロは。 黙ったまま肩をすくめてみせた「市長のお役人でさかなかとおっしゃれば」と女が言った「今おときめく佐の殿でいらっしゃいますね」いやまだ方眼ださかなか方眼は言った「佐と言ってくれてもさして間違いはない」「いずれ近いうちにそうなるはずだが今まだ残念ながら市長の大丈 方眼に過ぎない。お人柄ですぐにわかりますわ。女は兵士の酒を継いでやりながらあでやかに微笑みかけた。それに方眼様は坂上中原の御両家が世襲で勤めていらしたのでしょう。あなたはご両家の姓を一つに合わせた坂中様。お名前の縁起も上々でございますわ。私は。 とほうがんはひげをひねった。それはまだひげというには遠く、うぶげのようなものが、まばらにうっすりと伸びかかっているだけだが、彼の自負心や満足感を表明する心理的役割は果たしているようであった。ああ、私としては、とほうがんは続けた。ケビン氏の腸に全障害をささげるというつもりで、本性の、 ひるたを拝しあえて魚かを名乗ったような次第であるがこれを「坂上中原の両家に対するへつらいである」などと抽象するものがあるのはまことに心外に耐えない「召し上がれな」と女はまた酒を注いだ世間にはろくな出世のできない人間がうよいよいてちょっとでも才能のある人を見ると 陰でこそこそ悪口を言うものですよ。ことにあなたのような輝かしい将来を約束された方には、中小や陰口が集まるのは当然ですわ。出る防具は打たれるね、そうでしょ？そのたとえは当たっているかもしれぬ。なるほど、出る防具は打たれるか。友のものはどうした？お友の方たちはあちらで召しあがってますわ。 女は酒を注ごうとして、体の重心が狂い、片手で方眼の膝へもたれかかった。あら、失礼。ごめん、遊ばせ。よしよし、謝るには及ばぬ。柔らかい手だな。まあ、恥ずかしい。こんな汚い手をどうしましょう。これが汚い手なら、女王女郎たちの手は百姓女のようだと言わなければなるまい。 このすべすべべとした肌柔らかにすんなりと長く青柳のようにしなう指の美しさまあお上手なお口「女は方眼の膝へ半身でもたれかかりたっぷりとこびを利かせた目で斜めに相手を見上げた」「嘘でもそんなふうにおっしゃられると骨まで溶けてしまいそうになりますわ」 嘘どころか本心も本心友の者はどうしているかさあ召し上がれ女はもたれかかったままで巧みに酒を注いだ出世をなさる方はお酒の飲みっぷりも違いますのねお見事だわ市長の方眼として理由のない地層は受けられないのだがと言ってから方眼は急に目が覚めでもしたように 身ををらせて女を見た。「はて私はどうしてここにいるのだ?」「私がお招き申したのですわ」「招いたってここはどこだそしてそなたはどういう身分のものだ」「あら嫌だまたお忘れになったんですか?」「女はなまめかしくにらんだ」「ここは三条西の京」 神谷川のそばで私はこの家の女ある自コすげ、もう二度も申し上げましたわ。うん。方岸は手の甲で横瓶を撃った。なるほど。コスゲというと思い出した。あのすねグロテジロの二人と関係があるものだったな。それも違いました。と女は言った。 関係があるのはあの2人ではなく、魚かの方眼様あなたとですわ。そなたとと方眼は女を刺し、次に自分を指さしながら判問した。この俺とがか。か召し上がれよ。女は酒を注いでやった。気持ちよくお酔いになれば思い出すでしょ。あなたと私はもう約束が済んでいるんですから。 方眼は腑に落ちないというふうに頭を振った。棒食いであって少し積んでたがために打たれてそれではすれっぽくなったのかしれぬ。どんな約束だっけあの地蔵様でもうける話よ。あれはペテンだ。あれは愚民を惑わす詐欺だ。スネグロも手白もすっかり白状したぞ。 いいいじゃありませんかいつの世だって愚民は何か信仰せずにはいられないものですわ」と女は甘ったるい声で言った「山を拝む者も,もあればご神木だなどと言って木を拝む者も,もあり川屋にまで神様がいるってありがたがって拝む者さえあるんですものいくら愚民先民だって信仰の自由くらい与えてやるがいいじゃありませんか」。 「そこまで干渉するのは民を哀れむお役柄にも似合わないと思いますわ」「それは一面の理屈ではあろうがしかしだ明らかにペテンだと分かっているのにこの世にペテンでないものがありまして」と女は肩で方眼の肩を小づいた「道教前氏が来場大臣になったのはどうしてでしょう 囚人以降が親の意向なしに退場大臣になれたでしょうか。近頃の音戸や数の他の大臣たちで、ペテンなしに任命された人がいくたりいると思いますか？確かに寛解は腐りかけておるかしれぬ。あなたほど才能のあるお方が、まだ助のどのにもなれないのはなぜでしょう。女は話をやんわりと主題へ導入した。 それは蛭田というご本性が邪魔をしているからです。これは痛いところでしょうがまず痛いところをはっきりさせましょう。ようございますね。私は何にでもなれたいと思う。そこで本題に入りましょう。不時性などというバカなことにこだわる人たちの腰を折りあなたの前にある障害をのぞくにはどういう手を打ったらいいでしょうか。女はそこで声を潜め、 方顔に向かって暗示的に囁いた。それはお金です。方顔はまじまじと小毛の顔を見た。そう、お金で全てが解決するのよ。と女はゆっくりうなずいた。例えばあなたが市長の別荘に小金五百両を送るとします。それでスケノドの二任命されることは間違いないでしょう。 小金500両方丸は喉を鳴らした「それは忍観はされるだろうが私は方丸になるために持ち金はすっかりはたいてしまったから」「そこで地蔵様を使うのよ」と女はまた肩で方丸の肩を小づいたあなたがあの二人の薄のろを出してくだされば百日とたたないうちにそれだけのお金を作ってみせますわ」 あの二人を牢屋から出すって万人付きでねと女が言った。夜が明けたら牢から出し日が暮れたら牢へ戻すつまりその間二人に働かせるんですよ。話がそう込み入ってくると頭の中で風車が回るような心持ちになるんだが。と方眼は言った。もう少し酒をもらおうかな。 召し上がれ」と女は兵士を持った「どうしたらいいかはもうちゃんと筋書きができてるのあなたはいい気持ちによってらっしゃればいいのよ分かって」「私はこれがペテンの二枚重ねでなければいいがと思うだけだが方眼は片手で女を抱きながら言った」「なんてまたやわらかくって温かい方だろうへええ、ペテンなんぞくそくらいだ」 おいどうだこのケーキは」とスネグロウはひしめいている群衆を見ながら手白にささやいた「ざっと目の小山をしただけでも四五百はくだらねえようだぞやつらは面白がっているんだオラは恥ずかしい」。手白はきれいにそられた坊主頭をなで着ている方位の襟をかき合わせた。 この格好を見てくれ。それはオラも同じことだ。スネグロもまた坊主頭をなで方位の袖を直した。どっちにしても姉の知恵にはかなわねえだし現に毎日の寄進やお布施はべらぼうに増えてるだからなはずがしいぐれは辛抱するだ。あれだけの人数がみんなでオラのやりもしねえ在庫を楽しみに聞きたがってるかと思うと。 あの時なぜさっさと国へ帰らなかったか自分で自分が悔やまれて何ねだよ。こら泣き言申すなと段の下から市長の角野の長が叱った。参軒人は出そろったぞ早く始めろ。ただいまただいま。と答えスネグロは段の上で座り直した。皆さんようお集まりくださいました。今日もまたこの地蔵村の。 ありがたい霊言についてお話をいたします。前抜きは抜きでと群衆の中からわめく声が聞こえた。白坊主の罪の話をしろ。ぐっと面白いところを頼むぞ。するとそれに応じて、幾十人もの男や女が騒ぎ出し、市長の役人たちが、静まれ静まれと静止した。おのれら何を騒ぐ。角の長が、 壇の脇へ登って大活した。片付けなくも地蔵尊の霊言について元の証人が懺悔をしようというのにその不謹慎なざまは何事だもしまた騒ぐ者があればぶち殺すぞおい手次郎とスネグロが囁いたあそこに例の大学寮の若い教官が来ているぞ知ってるオらあの男の目が気に入らねえだ と手次郎はささやき返した。「あの目つきは尋常ではね今におらたちの化けの皮を引っ張ぐべえと思って必死に隙を狙ってる目だそういえばおっかねえ目つきだな」とスネグロが首を縮めた「ギラギラ光ってるだぞよろしい」。角野さは群衆に向かって満足そうにうなずいた。 その通り静かに聞くんだ。いいな。あ、それから懺悔を聞いたら必ず寄進を忘れるなよ寄進を忘れたようなふりして帰るようなやつがあればばちを待つまでもなくこの俺がぶち殺してくれるぞ分かったかそしてスネグロに手を振ってみせ彼は段から降りたスネグロは二度三度せきをしたそれではお好みによって。 と彼はおもむろに語り出した。前置きは抜きにして始めます。この白坊主、とうしても格別体が白いわけではなく、手白という名の一字を取ったので、私の黒坊主も同じ趣向なのでありますが、ご覧の通り、白坊主は今哀れなほど従順であり、怨霊な人間になっております。もちろんこれは、 尊の。といって彼はうやおやしく合掌した。いやちこな霊源に属したからであります。現に私がこんなふうにしても怒りません。スネグロは指で手白の頭をこづいた。こうしても怒りません。彼は手白の耳を引っ張った。またこんなにしても怒りません。こう。 こうしてもです「加減にしろ!」と手白がむっとしたようにささやいた「いてえぞ我慢しろ!」とささやき返してスネグロは手白の片腕をねじ上げた「こうしても怒らないどころか顔色も変えないのです」「この前などは裸にして鬼の念仏を踊らせましたところひと言の反抗もせず それはもう面白おかしく踊ったくらいです。もしも今皆さんが。よせんと手白がびっくりしてささやいた。バカもほどほどに抜かせ。ほら踊りなんかてんでしりもしねえぞ。なぜ白坊主がこんなになったか。スネグロは声を張り上げて言い合唱した。それは今申したとおり地蔵尊のご加護によるものです。 彼は丹波の国オオカミ谷という村里で生まれたが生まれながらの極悪人であって3歳の時も実のおふくろ様をかっちょぶきました手代が目を向き彼は続けた「なぜかというと父が上がってしまったので父の出なくなった女はもう母親ではない」というわけです。 おふくろ様は仰天してかっちゃぶかれた体の部分を拾い集めるなりただ走りに走って放棄の大戦まで息もつかずに逃げ延びたということです群衆は震え上がり女性たちは皆人の背中へ隠れて熱心に精明念仏をした五つ,つのお年には一号の馬を盗みました 常黒は続けた。数は二百頭余りだったが白坊主はそれを今日まで追ってきて売り飛ばし堀川に館を構えるやら白拍子を八人も抱えるやら朝から叫びたりで踊れ歌えといくつだって群衆の一人が問いかけた「はっきり言ってくれそれはいくつの年だ」。オラは質問には答えない。 今は放論をしているのではなく一人の人間に現れた奇跡について語っているのだから確かにそりゃ奇跡だと群衆の中の一人がわめいたわずか5歳のわっぱで200頭もの馬を盗んだり館を構えて白拍子を抱いたりするなんておまけに朝から叫びたりだなんて黙れ ほざくな。角の長がまた壇の脇へ飛び上がって叫んだ。己らはろくな伏せもあげぬくせに文句ばかり抜かす。今ほざいたのはどいつだ。ここへ出てこい。手足をぶち折った上背中へ鉛の熱湯を注ぎ込んでくれるぞ。これへ出てこい。群衆はひっそりとなり、角の長はすね黒にうなずいて壇の下へ降りた。 さて今申したとおり」とスネグロは話を続けた「そんなにも小さい時すでに極悪人の本性を表したのだからその後どのような悪事を重ねたかは皆さんにも想像がつくことであろう。感動、放火殺人門分かしペテン人かいおよそ罪という罪で彼の犯さないものはこの世に一つもない。 と言ってもいいでしょう。これを詳しく申せばさぞかし皆さんを満足させ興奮と感動のあまり踊り出したくなるだろうと思うけれどもそれはまたの楽しみとして今は地蔵村の霊言について話すことにするさあ文句のあるやつは言え角の王様が気仙を制して絶叫したうっとでも言ってみろ 俺は貴様たちの誰かをぶち殺したくてこの腕がむずむずしてるんだこのケラ食いの先民どもはさあウッドでもカートでもふざいてみろ群衆はしんとしていたではいよいよ奇跡について申し上げるがその前に皆さんで合掌念仏を唱えていただきたいとスネグロは合掌しながら言った難仏一切衆生 発大群衆は言われる通りにし念仏の声がにぎやかに沸き起こった「よろしいご新人のほどがよく現れていた」とスネグロが言った「では去る4月のあるよ、ここでいかなる奇跡が起こったか地蔵尊の新たかな霊言によって一人の極悪人がいかに改心し」。 いかにうるわしく生まれかわったかというじじつを申しのべましょうさあうしろのおかたはずっとまえへおつめくださいでははじめますぞおめえにきくがなあてしろとすねぐろがいったオラたちはにんげんかそれともさるかもうだんへあがるじぶんだと思うだ よく聞け。スネグロは声を潜めた。もう一度聞くがな。オラたちは人間か、猿か、どっちだ手白は考え深く頭をひねった。おめえ、それぐらいのことがわからねえだか。とスネグロは潜めた声で怒鳴った。自分が人間か猿かという区別さえわからなくなったのか。はい。と手白は慎重に答えた。 ら、もう何を信じてい,いか見当もつかねえだよ。おらたちは人間だとスネグロは言った。獣のように灰もしねえ。手に箸を持って飯を食うし着物も着る。物事を考えることもできるし口もひける。泣いたり怒ったり笑ったりもするな。こう数えてみればできとした人間に間違えはねえ。そうだろう。はい。手次郎は確信投げに答えた。 おめえがそう言うならおら逆らおうとは思わねえ。それならそうとしとくがいいだ。おらのしたこっちゃねえだからな。目を覚ませとスネグロは喉越えで言った。人間なら自分ってものに目覚めなくちゃいけねえ。自分が何者であるか、今どんなふうに生きてるか、行く先どう生きたらいいか、生きることに満足し、幸運を感じているかどうかな。 人間ならこういう問題を真剣に考えなくちゃいけねえそうでねえも物は人間とは言えねえだよオラに考えろてかいまず聞くがオラたちは何をしてる何って手白は当惑しかた手で幕の向こうにある段の方へ手を振っただろうがよくぐつに飼われてる猿だ とスネグロうは手白のその手を押さえつけていった。ほらもモめえもロウシャへつながれてる。よしか。夜が明けると引き出され、ここへ連れてこられる。よしか。そして二人であの段の上へ登って、地蔵様の霊芸について懺悔話をする。よしか。ほらにゃ、おふくろ様をかっちゃぶいた覚えはね。目が覚めかかったな。おめえはおふくろもかっちゃぶかんねえし。 牛を盗んだことごくはく人どころかおめえは天下一のお人よしだしありも殺さねえほど臆病な人間だ。はいおらどうやら目が覚めかかったようだ。と手白が言った。おらごくく人じゃねえ。とんでもねえ話を。だがそう言ったのはおめえだぞ。おらの口から出ただけさ。とスネグロは急いで行った。 筋書きはねえがこしらえおらはその筋書きどおりにいたまでだおめえむすのことは承知のはずじゃねえか手代はよく考えてから「はい」とうなずいたスネグロは幕の隙間から外をのぞいてみ唇をなめた「さあそこだ」と彼は言ったそうやって俺たちは一日中残業して日が暮れるとまたろうアへ戻してつながれる これが俺たたちのやってきたことだ。俺とおめえとでこの70日余りというもの現実にここでやってきたことなんだぞ手次郎は自分の外側へ抜け出してそこから自分を眺めるといったふうな表情をしたそれから次には三景人だとスネグロは続けたあの大勢の三景人たちは何も知らず俺とおめえの残悔をうのみにして 地蔵様の口説に涙を流し、不層なさい銭薬物を捧げてる。ありもしねえ利子を頼みにしてよ。そうじゃねえか。はい。と手代はゆっくり答えた。おらとおめえはこういうひどい目にあってるし、三権人たちはなけなしの銭薬物を語り取られてる。スネグロは両手を前へ出していった。それでもうけてるのは誰だ 手次郎は友人手白は用心深く黙っていたオラたちと三経人の間でうまく懐をこやしているのは誰だ手白はなお黙っていた目を覚ませ手白とスネグロが言った姉は市長の魚かという方眼とつるんでる方眼は姉の家で毎晩のように酔いつぶれ毎晩のように姉と寝ているだぞ 手は目を細め呼吸を止めてスネグロの言葉の意味を理解しようとしたそしてやがて口をそろそろと開け次第に大きく目を見開きながらスネグロの顔を見つめた「姉が誰と寝るだって市長の方眼とよおめえでもおらでもなくかえさかなかっていう方眼とだ」。 すね。ぐろはけしかけるように言った。だからこそ、我らたちは牢屋から出される。だし、用が済めば連れ戻されてつながれるだ。姉と方眼がつるんだんでなければ、こんな芸当ができるはずはねえ。ほら、昨日の晩市長のしもべたちが話してるのを聞いただ。姉と方眼のこと。を知らねえのは俺たち2人と参詣の衆だけだとよ。おめえと手白。 おらのことだますんじゃねえかい。だまされてるんだ。おらもおめえもケロとだまされちまったんだ。いいか。とスネグロはじれったそうに言った。いいかよく聞け。おらたちはろう者から出され、残念をしてまたろう者へ戻される。そうだ。おめえ毎日上がるあのさい銭薬物のことを考えてみろ。あの莫大な寄進は一体誰の懐へ入ると思うおらかおめえか 手代の目が動かなくなり間もなく顔全体にゆがみが現れた「姉の家だ」と手代はうめくように口の中で言った「袋にしてすんだ銭もつぶ銀もぎんも何もかも小菅姉の家にあるだ」「そして姉は誰と寝るだ」「がんだ」 ゆしちょう市長のほうがんだ。おめえそれと分かって満足かおめえ今幸福な気分かいつだったかおらひどく腹の立ったことがあった」と手代は言った。古いことでよくは覚えていねえがひどく腹が立ってどうにもなんねえ。もう我慢が切れたもんだから裏へ行って二十貫石を持ち上げただ。 それをどうしたどうしたっておめえおらに二十貫石が持ち上がるわけがねえ。汗みずくになってやってみたが石は動きもしねえ。おらなおさら腹が立って肝が煮えくり返るようだからうちへ,へへって寝ちまっただ。と手次郎はその時を思い出すように言った。本当におらがあんなに腹立ったのは。 生まれてから初めてだけだおめえ」とスネグロが探りを入れるように聞いた今そのどんな心持ちだそうさな手白は片手で胸を押さえてからよく考えてみていった「おめえをどかすつもりはねえが 今は三十貫石を持ち上げてような気持ちらしいだ。おめえは目覚めただ。それでこそおめえは人間として目覚めただよ。とスネグロはうなずいた。大事なのはここだ。おめえははじめのころ、こんな話が本当にあるもんじゃねえと言った。そのとおり、これははじめからペテンであり、たくらんだ仕事だ。オラたちは食うためと。 いつか姉へと夫婦になるのを楽しみに今日が日まで辛抱に辛抱を重ねてきただが今という今ほらもおめえも目覚めただなあ。はい、と手代が勇ましく答えた俺たちは随分長いこと目らだったとスネグロは吐息をついて言った後の世になってこの話を聞く者はあんまりくどくって。 だらしがねえことに起こるかもしれねえだが俺たちはついに真実に目覚めただ。大事なのあそこよ。どんなに賢くって、頭のめぐりがよくって、知恵が回るために長者になったり、大将やおとどになる人があっても、真実に目覚めなければ、本当の人間大えね。それはただ大臣、ただ長者、ただ大将というだけのことだ。それに比べれば、 俺たちがバカ見たように長い時をかけたことも決して無駄だったとは言えねえ。半時で目覚めるやつもあれば、20年目に目覚めるやつもあるだろう。それにかけた時間は問題じゃねえ。人間として真実に目覚めることができるかどうか、それが何より大事なことだ。はい。と手白はうなずき、自分たちが真実目覚めたことの偉大さに。 胸をわくわくさせながら聞いたそれでどうするだいおらのことをしにしに担えている時でもそれを人に分かるように話すことのできねえほど理の通らねえ口を聞く男だと国の軍医のアンジが言ったっけだがとスネグロは言ったおらあの衆にぶちまけるだよあの衆とは 集まってる？三家人の週によ。何をね。真実をよと言って、スネ。黒は立ち上がった。このペテンの初めから終わりまでを残らず、ぶちまけて、あの週にも真実に目覚めるようにしてやるだ。立て、けしろ。その時、角の多さが入ってきた。片手の拳を頭の上で振り回しながらひどく。よろめきいくたびも。 酒臭いお首をした。こいつら何をしてやる？角農さはもつれる下でどうなった？尊敬人どもは集まっとるぞ。このけらグいのドブギツネのまめぬすとめ出て行ってこけぜっぽぶちまくれ。へへ。彼は土心と尻もちをつき、また片手の拳で頭の上へ輪を描いた。へへ。 と彼は空虚に笑った。白坊主に来る坊主かえぬれどもの命まとわずかで560日もすればそれも三家人がそれまで続いての話だがそれでもせいぜい560日もすればこれで彼は片手で自分の首を叩いてみせた五条河原へ引き出されて その首をばっさり切られるんだ。おのうれらは極悪人で、地蔵野郎の連携は受けられるかもしれねえが、法の裁きからつん逃げるわけにはいかねえ。そんなことをすれば市長の伊勢てもんがなくなるし、我も我もと地蔵野郎を担ぎ出すやつが現れて、都の王子生児は地蔵だらけになっちまうだろう。とんでもねえ。 そもそもケビン氏の蝶というものは、そういうすっとぼけたことのねえように、そんなことで万民の生命財産が損害を受けねえように、油断なくこう目をかっぴらいてるのが役目だ。彼はげっぷをし、片手を大きくひらっと振り、へへへと笑い、さあ出ろと言った。出て,行って で地蔵やろうのれん説いせっぽぶちまぐれ。方う殿どのは方う殿俺どの。は俺でやくとくをにぎるさ。そればこそ、せんみんどもをぶち殺すとおどすわけだし。俺がおどせばこそれんげいせっぽもやれるというじゃんだ。<laughs> 角のおさはそこであおむけにぶったおれた。 さあやっつけろあと五六十日だぞその首が胴についてるうちにかせ説法せっうぶっくらわせて絞れるだけ再戦を絞れあとは方眼殿どのや俺が引き受ける心配することはねえからずでかいせっうで無事のめしてやれ <laughs> 俺はいい心持ちだと彼は獅し,しを大の字に伸ばしてはめた 俺はすばらしくいい心持ちだ極楽だぞ。みなさん。とスネグロは両手を上げ「みなさんよく聞いてください」と言った。今日という今日オラはすべての偽りやごまかしを捨ててちょうどこの坊主頭と包位を脱ぎ捨てるようにすっぱだかになって真実を話すことにしました。 裸踊りかい群衆の中からどなる声が聞こえた。どうせなら2人でやれ。念仏踊りでねえのな。ほかの声がわめき立てた。色っぽいのは頼むぞ。静かに、お静かに。スネグロは両手を上げ、厳粛に静止していった。これは踊りではねえです。また裸になると言ったのはこの方位を脱ぐことではなく、この。と彼は。 自分の胸へ手を当てをた。この心に、いつわりの衣も着せねえ、つまり、何もかも隠さずに、あったことをあったままに申し上げるというわけで。つまんねえ、と叫ぶ声がした。いつものご確によやれ、人殺し、感動、しつけかどうかし、それよりもダくの強いところをたっぷりやれ。あったことあったままだなんてつまんねえこたさ。つまんねえ、つまんねえ。 目を覚ませ。スネグロは両手をもっと高く上げ、群衆の歓声を厳しく接しした。人間はいつまで目くらであってはなんねえ。おらはみんなの衆に目覚めてもらいてえだ。そのために、おら、今日、ここに立っただ。おら、目を覚ましてえぞという声が聞こえた。これ以上、どう目覚ますだ。この白坊主を見てください。 スネグロはてを指さして言った。これまでオラはこの男を極悪人だと話してきただがそれは根も葉もないまるっきりのうそっぱちだということをまず申し上げたいのです群衆はううとうなり土星を上げ不満と怒りのためにどよめいた「目覚め,めなさい」。スネグロはそのどよめきをしのぐ声で叫んだ。 真実に目を見開きなさい。この地蔵様この石で掘った地蔵はただ石で掘った地蔵というだけにすぎねえです。そこにいるおめえ様がおめえ様でありそっちにいるおめえ様がおめえ様自身でありこっちにいるそこのばあ様がばあ様であるようにこの地蔵も石の地蔵だというほかになんの意味もねえし霊園なんてことは嘘にもできやしねえです。やい黙れ と群衆の中から叫び声が起こった。てめえ何を言い出すんだ真実をです。スネグロは叫び返した。俺たちはだまされ。ペテンにかけられてるだ。この白坊主を縛ったのは地蔵じゃあねえ。このオラがやったことです。小菅という女裁量にそそのかされて、オラが白坊主を縛り、そして地蔵の霊言話をでっちあげただ。 これが正真正銘嘘偽りのねえ真実だったそれは嘘だと叫んで前へ飛び出してきた青年があった貴様は地蔵村の霊言という厳かな事実を汚し自分自身を地獄の火で焼こうとしているんだぞあ,あおめえはスネグロは目を向いたおめえ様はいつかのあの大学寮のいかにも 大学寮のスナイサ館で散歩を教えているものだ。とその青年は言った。私は初めは疑っていた。実在としては石に過ぎないものが、霊言などという奇跡が行えるわけはない。すべてごまかしであり、ペテンだと言った。だが毎日通ってきているうちに、私の考えが誤りであることを悟ったのだ。ナムウツ。青年は合唱を参拝をして続けた。 どう謝っていたか、それは私の語性が足らなかったからである。物質とは一体何であるか我々人間は物質ではないのか実在として石であることと哲学的概念としての地蔵とをどこで分離するか地と肉と骨で成り立っている人間を地と肉と骨との集合体に過ぎないと言えるか集合体に過ぎないから物理的な能力はないと立証できるか そいつもペテン師だと群衆がわめき出した白坊主黒坊主と組んで地蔵様に悪態ついてるだ三人ともやっつける待て私は今痛い青年は頭を押さえながらキーキー声で叫んだ石など投げないで聞いてください私は今皆さんに代わって霊言の哲学的意味をあ痛い俺は真実を逃げるだ 手次郎がスネグロのうでをひきながらいった「はやくにげるだ」「あのしをめざめさせねえでか」「ころされちまうぞ」「手次郎はスエグロをかかえるようにしてだんからとびおりた」「こっちがいい」「急げ」「落ち着いてください」と青年はさけんでいた「わたしは地蔵尊のいやちこなれんげんを言いたい」「なにをする嘘でひっぱれないわたしはこあうすら!」 そのペテン師をやっつけろ群衆はなだれのように襲いかかった白坊主と黒坊主が逃げたぞ捕まえて三人とも木の間で吊り下げろやつざきにしてしまえ妙せ。私はみんなの味方だ群衆の揉み合う中から青年の悲鳴が聞こえた私は今死ぬような目に遭わされてる助けてくれ もう大丈夫だろう。少し休もう」とスネグロが言った「おめえ怪我はなかったかはい手白はあええだくたびれたここへかけようああひでえ目にあったな真の像がこんなだスネグロがあえぎながら言った「なんていう吉兵どもだろうおら殺されるかと思った」 なんていうバカ者だろうと言ってスネグロはうなった。あいつらの頭の中がどんなからくりになってるかいっぺん見てみてくれだ。おら国へ帰りておらのことを親だからといってどうしてせがれがこうこうしなきゃなんねえかっていうことさえわからねえほどりに疎い人間だって国の神家のばあさまが言ったっけが。とスネグロが言った。 その通りだな。手白が「愛」と言った「おらみんなのために真実を話した」とスネグロは続けたするとあいつらは怒り出したなああいつらは怒り出しただそこがおらんには分からねえあの大学寮の人もなあ愛あ,あの大学寮の人もよとスネグロはうなずいた たちが霊言だ奇跡だって嘘で固めたことをしゃべってるうちはあいつらは手を合わせて拝んだりありがたがって泣いたりそしてありもしねえものを根こそぎ寄進し,したりしたなあその時こそあいつらは怒ってもよし石を投げつけてもいいはずだどんなにされてもおらたちとしちゃ文句のつけようがねえところだそうじゃねえかはいと手白は確信投げにうなずいた。 それおめえあの大学寮の人が何を言ったかは点で分からねえ。神様でも分かるめえと思うだがそれおめえらが本当のことをぶちまけ何もかもペテンでうそっぱちだと話したらあの騒ぎだ。大学寮の人が先達よ。分かんねえ。とスネグロウは考え深く首を振った。やつらはあの人のこともやっつけた。そうしてみるとあの人も。 あの人の流儀で真実に目覚めたのかもしれねえ。はいと手白が言った。目覚めるってことは危ねえもんだ。もう一つ下せねえのは小菅だ。とスネグロは話をそらした。これまでやってきたどの仕事も情本人は姉だった。はいと手白は目をつむった。 あの姉それなのに姉は追われもうちちょうちゃくもされずオラたちばかりが難儀な目に遭わされた番たびがそうだったスネグロは拳で自分のひざを殴った「これはどういうことだ」「ああ」と目をつむったままでうっとりと手ろはつぶやいていたあのやわらかく温かそうな肌 今度も同じでんだ」とスネグロは続けた「おらたちはこんな目に遭わされたが姉は今ごろ方眼を丸めてよろしくやってるだろ」「もうけた銭金を積み上げてうまいもの食べ放題飲みてえだけ酒をくらいよって」「おいてしろ、あれ聞け」「黙っててくれ」と手次郎は鉱骨の中で微笑した「あ,あ見えるぞ」 ほすまたあののおくにむらたちてよせめをあけろスネグロはてじろをみてびっくりしてどなったそんなものみるなめをあけろめをつむったままであねのことかんがえるなゆきすぎになるぞはいとてじろはめをあけていったほらきょうへもどるあのこえをきけこっちへくるスネグロはあしぶみをした。 追ってだぞ。ほら都へ戻る姉が方眼とうまくやってるなんて思うと方眼はうまくやりゃしねえ姉にうまくやられるだとスネグロは叫んだ「おらたちの代わりに今度は方眼がうまくやられるだよ」じゃあおらたちはどうする逃げてっからのこったスネグロは手白を力ずくで立たせた。 ゴジョウがわらで首をやられるだ見ろやつらちかづいてくぞ。ほらアネにきがのこるだ。にげるだにげるだ逃げるだかやこそしげれとてじろがいった。ほらあれがうらみだ。そしてふたりははしりだした。